テイクオーバーターゲット。テイクオーバーターゲットは、オーストラリアの競争馬。主な G1 勝利は2004年のサリンジャーステークス、2006年のライトニングステークス、ニューマーケットハンディキャップ、スプリンターズステークス、2007年のドゥームベン1万、0 0 0 2009年、TJ、スミスステークス、グッドウッドハンディキャップ、いずれも10歳の最高齢で優勝の7下。 後の国際 G1 になる2006年のキングズスタンドステークス、ヨーロッパ生まれの競争場以外で初優勝。2008年、クリス・フライヤー・インターナショナル・スプリント、当時国内 G1、シンガポールの国際及び国内 G1 で最高齢9歳で、優勝の当時国内 G1 と G2 で優勝した。2012年にオーストラリア競馬名誉の伝道に選定された。 北半球に位置する日本の競馬では1月1日から12月31日を1シーズンとするが南半球に位置するオーストラリアでは8月1日から翌年7月31日までを1シーズンとするため年齢表記も8月1日で切り替わる本馬はオーストラリアの競争馬であるので以下本校での年齢表記は同国での表記に従うよって 1>, 1月から7月の年齢については日本での表記と異なり、日本より一切若い表記となる。すでに3歳の暮れを迎えていた2003年7月18日に、オーストラリアニューサウスウェールズ州で行われたセリーチ、ウィンターサラブレットセールで、バッシュ県庁教師のジョセフ・ジャニアック、ヨゼフ・ヤニック、1947年6月13日、タイによって1250オーストラリアドル、 約11万円の安値で購入された。膝の故障を抱えていたためデビューは4歳の2004年4月と遅かったが、以来7連勝で G1 優勝馬に上り詰めた。なお、その後は4連敗する。シーズン開始後に2連敗し、前シーズンから合計で6連敗を喫するが、2005年12月の G3 競争に6馬審査で勝利すると、2006年グローバル。 スプリントチャレンジ以下 GSC 初戦のライトニングステークスまで3連勝し G1 競争2勝目を挙げオークレイプレートの3着を挟んでニューマーケットハンディキャップを制し G1 競争3勝目を挙げるその後は国内では走らずイギリスに初の国外遠征を行い GSC の第3戦キングズスタンドステークスと第4戦 ゴールデンジュビリーステークスに中3日で出走し、その20日後には、ジュライカップにも出走し、それぞれ1着3着7着で、イギリス遠征を終えた。GSC の総合優勝を目指し、シリーズ第5.6戦が行われる日本に遠征し、初戦となったセントールステークスで先行して、シリーズ当初の2着になると、スプリンターズステークスではスタートして先頭に立つと、そのまま逃げ切り、 日着の名称ボーラーに2馬身2分の1差で勝利し、シリーズ最終戦の香港スプリントを待たず、2006年 GSC の総合優勝を決めた。11万円という破格の安値で購入された本、馬はこれまで3億円余りを稼ぎ、出走を予定していた香港スプリントに勝利した場合、同競争の一着賞金である684万香港ドル。 1> 約1億300万円に加え、GSC のボーナス100万アメリカドル、約1億1700万円の合計約2億2000万円を、さらに獲得することができたが、レース当日の薬物検査で、禁止薬物である、応イホルモン、ステロイドホルモンの一種が検出されたため、出走取り消しとなった。帰国後は5つのレースで走り、ルームベン1万を制した。国内の競馬シーズンが終わると、 再び、イギリスへ遠征し、キングズスタンドステークスでは4着、ゴールデンジュビリーステークスでは2着となった。帰国後は休養し、12月1日のアローフィールドスタッドスプリント、12月22日のレザーシャープクオリティハンディキャップ、準優勝を連勝、その後、ビリエステークスに出走し、2着となった。続く4月26日の TJ スミスステークスでは3着に入った。 国内のシーズン終了後、再び国外遠征を決行。シンガポールへ遠征し、5月18日のクリスフライヤー国際スプリントを制した。その後イギリスへ遠征し、キングズスタンドステークスは2着、ゴールデンジュビリーステークスは4着という結果だった。帰国し、休養した後11月29日のウィンターボトムステークスに出走、久々の勝利を挙げた。 続く12月13日のスカヒルステークスも勝利した。休養を挟み、年が明けて4月18日に施行された TJ スミスステークスに出走。主戦の J フォード機種から N ローウィラー機種に乗り換わってのレースとなったが勝利を収め G1.7 勝目を挙げた。続く5月2日のグッドウッドハンディキャップでは、安城がフォードに戻って出走。ここでも勝利し、 G1.8 勝目を挙げた。その後シンガポールに遠征して、5月17日のクリスフライヤー国際スプリントに出走したが8着と、敗れた。7月10日には、ジュライカップに出走するも7着に敗れ、レース後関骨の骨折が判明し、そのまま現役引退となった。なお、2010年に一時復帰が模索されたが、関節が摩耗していたために断念している。 2015年6月20日に事故のため安楽死処分されたことが報じられた。本場を管理するジョセフ・ジャニアックは調教しながらタクシードライバーでもあった。オーストラリアでは専業調教師として生活できるのはごく一部の人間だけであり、ほとんどの場合他の職業と兼業するのが普通である。ジャニアックも例外ではなく、一時期は朝はパン屋、昼は馬の調教。 夜は、タクシードライバーとして生活するほど苦しく、調教師を辞めることすら考えたほどである。しかし、テイクオーバーターゲットの賞金で、馬を9社20頭所有できるほどになった。ジャニアックは、テイクが人生を変えてくれたと語っている。父、セルティックスウィング、ケルティックスウィング、主な家畜ら、1995年ジョッケクル武将の、父である、 ダミスターは2001年スプリンターズステークスを制したトロットスターを排出している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。